はいどうも、白滝です。ただいまの撮影時刻が12月24日金曜日、クリスマスイブになるんですけれども、いやー、来なかったね、更新。何かしらね、ガチャ更新してね、クリスマスイブ、一人でね、過ごす方もいるので、何かしらね、更新してほしかったんですけれども、何もありませんでした。でね、本当にね、昔かな、2年前、3年前は、一応ね、12月の25日0時に、ゴールド契約書のね、配布があったんですけれども、これもね、来るかはわからない。で、あっても、多分ないかな。ゴールド契約書でもね、配ってほしいんですけれども、15時ないということで、あんま期待しない方がいいんじゃないのかなと思います。で、24日にはですね、何もね、クリスマスに関しての更新はなかったんですけれども、ガチャ更新があったということで、無課金、美課金者引くべきなのか、解説していこうかなと思います。動画の後半戦では22日に撮影した28日の特集について話しているので、最後までね、見てもらえばなと思います。で、2022年まで残り7日、残り7日ということで、年内の動画の高評価600を目指して投稿しているので、良ければね、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ということでやっていきましょう。お知らせの方に来まして、24日15時の更新にて A ランク以上確定スカウトと自チーム確定スカウトが登場しました。無課金・美課金勢は、このガチャを引くべきなのか、このガチャは、無課金・美課金者でエナジーに余裕がある方は A ランク以上確定スカウト、これを引いてください。A ランクをレベルマックスにすれば限界突破ポーチと同じ効果が得られるので、今後登場する OB シリーズ、年末年始福袋ガチャ、あるいは新ガチャ、これを引く方はそのね、エナジー分を計算してもらいまして、余裕がね、ある、引けると思うのであれば A ランク以上確定スカウトを引いていってください。無課金勢で、エナジーがないという方は、無理にね、引く必要はありません。ということで、動画の前半戦、最後に A ランク以上確定スカウトを引いて、後半戦28日の特集見てもらおうかなと思います。こちら A ランク以上スカウト、スキップでね、全部やっていきます。1回目、S ランクが来るのか、戸亀選手。2回目いきましょう、2回目、スキップで。いやー、誰が来るかな、S ランク来るかな、茂木選手、いいよ。3回目いきましょう。いや、狙いの選手来ないかな。 S ランク来てほしい。岩崎選手。よし、OK。最近ね、S ランク当たったので、これで限界突破できます。4回目いきましょう。労働中。S ランク、モイネロ選手 OK。モイネロ選手も、称号用。さあ、誰が来るのか。秋山選手 OK。まずはじめに話していく内容が、今現在開催している OB 第3弾。これが28日に終了するんですけれども、28日、2つのパターンを自分は予想しています。1つ目のパターンの予想としては、12月28日に OB 第3弾が終了。終了後、連続的に OB シリーズ、OB 第4弾が登場してくるパターン。2つ目の予想のパターンとしては、12月28日にイベントが終了して、この更新の時に中継ぎイベントが登場するパターン。28日から30日中継ぎイベントが開催されまして、そしてこの28日にガチャ更新がありまして、ポジション追加があるかはちょっとわからないんですけれども、OB 第3弾狙い撃ちガチャ、このね、期間を取るために28日から30日中継ぎイベントと第3弾狙い撃ちガチャ、こういったパターンも予想しています。12月30日に OB 第4弾を登場させてきて、1月の1日15時に年末年始福袋ガチャ、去年はですね、12月年内かな、年内に年末年始福袋ガチャを登場させてきたんですけれども、2022年の1月の1日15時に年末年始福袋ガチャを登場させてくる、こういったパターンも予想しています。2種類のパターンを今現在自分は考えているんですけれども、皆さんのね、ガチャの更新のさせ方、イベントの登場のさせ方、考えていることがあれば、ぜひともね、コメント欄で書いてもらえばなと思います。イベントの更新の流れについての話は以上になりまして、28日、29日、30日、どういったね、ガチャが登場してきそうなのか、ガチャの予想をね、していこうかなと思います。自分が考えているガチャ候補が3個ありまして、まず1つ目が OB 第4弾。年末年始は毎年ね、ランキングイベント OB シリーズが登場しているということで、OB 第3弾が登場したんですけれども、OB 第4弾、連続的に OB シリーズが登場してくるパターン。2個目のガチャ候補になりまして、毎年1月の月末に限定ガチャとして登場するんですけれども、そのガチャを早めて年末年始に持ってくるベスト9タイトルホルダーを、一応ねガチャ候補として挙げています。でもこのベスト9タイトルホルダーは、1月の月末にね毎年登場しているので、早めるっていうことはないと思います。3個目のガチャ候補としては、新レアリティ、新ガチャを登場させてくるパターン、年末セレクションと。で、このね、年末セレクション、個人的に考えているのが、NPB 所属している、現役、TS の選手、そして OB の選手、このね、TS と OB を合体して、各球団の最強選手をラインナップにした限定ガチャ、年末セレクション、こういったものを自分は考えています。プロスピースも6周年を迎えて、今年からねいろんな改革をしてきました。7月には石橋貴明セレクション、侍ジャパンでダルビッシュセレクション OB 第2弾と、いろんなねガチャの改革をしてきたので、年末セレクションという新レアリティも、登場してきてもおかしくはないんじゃないのかなと。自分が考えているのが TS シリーズ、OB シリーズ、まだ未登場で、最強の選手を集めた新ガチャ、こういったね年末セレクションというものを考えているんですけれども、TS でまだ未登場の最強選手、今思いつくのが2名になりまして、まず1人目が西武の松井稼頭央選手。松井稼頭央選手は今年楽天枠で登場したので、西武枠では登場していません。西武松井稼頭央選手の能力になりまして、特殊能力によりパワーヒッターミートから83、81、85のオールステータス A、 守備数値と守備能力の方になりまして、適性が B、 補給から66、73、88、特殊で肩 S に乗せることもできますし、スイッチヒッター、ショート枠のスイッチヒッターで、特殊能力固め打ち、パワーヒッター、走塁、リーグでは総力型ということで、称号でミート型、ミート総力の同値にすればリーグ入ってくるんですけれども、リアルタイム対戦で使えてくるオールステータス A、 最強の野手が今年登場していないということで、年末セレクションとして登場させてくる、そういった新ガチャもあるんじゃないのかなと考えています。今年タイムスリップセレクションで未登場の最強投手としては金子千尋選手、9位から83、77、81、9位型 9A ということでリーグ入ってきます。で、このね、球種見てください。スプリット、西のスプリットを持っていて、で、限界突破すれば抑えもね、起用することができる。で、特殊能力、キレ、奪三振、タイピンチ。金子選手ね、最近見ないんですけれども、登場してくれば大当たりの選手になっているので、金子選手かな、パッと今思いつくのは、松井さん、金子さん。TSOB の最強選手を集めたガチャ、年末セレクション、こういったものをね考えているんですけれども、OB 枠で言えばソフトバンク野村選手。野村選手はね2017年以降登場していなくて、星のアーティスト、ミートもねパワーも高いということで、リアルタイム対戦でも使えてきます。リーグでも使えてくる、最強の星になっています。OB シリーズでまだ登場していなくて、皆さんがね待ち望んでいるオリックスイチロー選手、イチロー選手はね来るかはわからないんですけれども、年末セレクション、新レアリティとして登場してくる可能性もあるんじゃないのかなと思います。12月28日に OB 第3弾が終了してイベントが更新されるんですけれども、2種類のねパターンの予想をしていまして、あとはガチャの種類か、ガチャはねどういったガチャが登場してくるのか、 OB 第4弾、ベスト9タイトルホルダー、新レアリティ、こういったものを紹介していきました。皆さんがですね考えていることに関しては、コメント欄でね意見書いてもらえばなと思います。で、今現在ね撮影日が12月の22日になりまして、シナリオプレイが来ています。このねシナリオプレイ、いつ 1.2 倍になるのか、いつ 1.5 倍になるのか、いつ 1.8 倍になるのか、解説していきます。イベントの概要としては、1日2試合印象に残ったシーンをね、体験することができるので、必ずねやっていってください。シナリオプレイの得点で一番重要な選手経験値アップ、 1.2 倍が12月の24日、 1.5 倍が12月の31日、 1.8 倍が1月の8日から開催されます。毎日やっていれば、この日に選手経験値アップ 1.2 倍、1.5 倍、1.8 倍になるので、必ずね、毎日シナリオプレイはやっていってください。はい、ということで、12月28日の更新の流れの予想、28日どういったね、ガチャが登場してきそうなのか、紹介していきました。あとはシナリオプレイ、いつね、1.2 倍、1.5 倍、1.8 倍になるかも紹介していきました。最後までですね、動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。年内の動画の高評価600を目指して投稿しているので、良ければですね、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ということで、今回は以上。